っと安心します。美味しい。エミリンチャンネルの中のヒット作品が今誕生しました。丸ごと一滴のタイが来てからの美味しそうに襲ってくれの今ここに落ち着いております。エミリン、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 エミリンチャンネル、さあ始まるよ。エミリンことマスミです。今回なんですけれども、やってきたのは大阪梅田駅から徒歩8分、ハービスプラザさんの中にある全園さんというお店に来させていただきました。佇まいからして美味しいお料理屋さんっていうことはなんとなく察したんですけれども、どんなご飯が食べれるのか全然まだ私は知らないので、とにかく楽しみです。そしてお腹はペコペコです。というわけで全園さんへ行こう行こう。手分けで今お席に通してもらったところなんですけれども、ご両家の顔合わせとかで使えそうな華麗なる一族みたいな感じの会食するようなところなので、すごいドキドキなんですけれども、本日はですね、はい、こちらのコースメニューをご覧になっていただいてですね、はい、花の胡椒コースというのをエミリーさんにご提供させていただきます。ありがとうございます。はい、ちゃんとお料理もご提供させていただきますので、はい、ありがとうございます。シチリア産マンダリンオレンジジュースでお願いします。はい、こういう時にね、私がお酒たしなめたらすごいなんか素敵な小料理屋さんで飲むみたいな大人の女性だなと思うんですけれども、残念ながら私缶チューハイ一缶で完全に出来上がってしまうタイプの女子なので、しかも出来上がるとめちゃくちゃ強気になるっていう、たちがいいか悪いかで言うと悪い方の言い方するので、今回はオレンジジュースでお料理たしなませていただきます。今日出していただくコース料理見させていただいたんですけれども、花六所というコース料理で、もう一番最初に気になったのがこの締めで名物明石の天然鯛を使ったご飯って書いてあって、私出身明石だからもうすでになんかめちゃくちゃ運命的な何かを感じちゃいました。明石の魚の棚とかで鯛買って家族でお刺身にして食べたりとかしてたので、思い出深い味をいただけるのではないかなという期待に胸を膨らませております。マンダリンオレンジジュースでございます。ありがとうございます。前菜でございます。はい、すごい美味しそう。いただきます。これからいただこうかしら。タケノコとカラスミのタケノコみたいなやつですね。絶対違うか。いただきます。うん、ほっと安心します。美味しい。これがいなり、お稲荷さん、美味しそう。お寿司。うん、お米がもちもちです。もち米かな。甘辛さもね、ちょうどいい。これは何だろう、小倉れんこん、はい、うん、れんこんなのにすごい甘いので、れんこんスイーツみたいな不思議な感じです。美味しいです、めちゃくちゃ。というわけで2品目来ました。普段は本当にコース料理っぽく一品ずつ持ってきていただけるみたいなんですけれども、撮影ということでどんどん持ってきていただいております。ブリのネギ巻きとマグロとエビです。急にざっくりになりましたが、もう私お刺身大好きなんですよ。本当にお刺身大好きで嬉しいです。とてもありがとうございます。そしてこのねマンダリンオレンジがね、私結構飲んでるんですけど、飲んでも飲んでもあんまりなくならなくて、結構量が入ってるんですよ。でかいんですよ、すごく。なんかお得感がすごいです。ブリのネギ巻きからいきます。おろしポン酢でねたっぷりつけて、うわー、いただきます。おいしい。エミリンチャンネルの中のヒット作品が今誕生しました。おいしい。再放送みたいになっちゃった。おいしい。マグロの塩浸しです。多分違う。うん、100点です。おいしい。表面を炙ることによりより食べやすい、ちょっとお肉感が出ます。なんというか、うん、エビの黄身まぶしですね。これが黄身醤油、黄身醤油らしいです。はい、めっちゃ上質な卵かけご飯の卵をエビにつけたみたいな。じゃあそれ卵かけご飯じゃないな。今すごい頭の悪い食レポしちゃった。合鴨のオレンジ風味ですね。美味しそう。揚げ物熱々のうちに食べたいんで先に揚げ物いっちゃいます。タケノココロッケがすごい気になるんですけど、こういうところでコロッケ出てくるのってちょっと珍しいじゃないですか。ホクホクのジャガイモの中に密かにタケノコが入ってます。うん、ジャガイモをめちゃくちゃ干してくださってるからマッシュポテトみたいになってます。マッシュポテトのホクホク感の中に心地よい食感のタケノコさんがいらっしゃってすごく良いです。ホタテのハサミ揚げ、こんなんもだって美味しいこと確定じゃないですか。うーん、ホタテをタケノコで挟んであるんですね。これ春の訪れを感じました。
早く私にも春が来てほしいんですけどね。アイガモいきます。この人参さんがすごくかわいい。うん、柔らかいし嫌な脂感も全くなく食べやすいのに、お肉のジューシーさみたいなものも残ってます。こっから先ずっと鴨が出てき続けてもずっと食べれる味です。フキノトウ食べてみよう。フキノトウの天ぷら食べたことないかも。いただきます。うん、春が来ました。まだちょっと苦味があるんですけど、それが美味しいですね。お母さん、私苦味が美味しいと感じれる年頃になったよ。というわけで本物で白子が来ました。パカン、上品な金の器に綺麗な白子さんが入ってらっしゃいます。本当に申し訳ないですけど、ちょっと白子の方が苦手でして、代わりにどなたかに。フリー白子ですフリー白子です、どうぞ。香りとかめちゃくちゃいいです。ただの私の個人の好き嫌いで申し訳ないですっていう感じでございます。というわけでですね、美味しそうな鯛めしが来ました。丸ごと一匹の鯛が来てからの美味しそうに襲ってくれの今ここに落ち着いております。いただきます。うん、鯛が美味しいのはもちろんなんですけれども、なんだこの風味は、ごまがしっかり効いてて、生姜かな、すごいいいアクセントしてます。さすが地元の鯛。味噌汁も美味しい。色が薄いからちょっと薄味っぽく見えそうなあれなんですけど、すごい味がしっかりしてて美味しいです。こういう感じのちゃんとしたコース料理って、まあ、1人1万円は超えるっていうイメージなんですけれども、税込みとサービス料込みの8470円、1万円しないのでありがたいなっていう感じです。前菜からこの締めまでもう完璧でした。というわけで最後デザートでフルーツ大福が来ました。うわー美味しそう。うん、お餅の皮がすごい薄くて、あんことキウイがたっぷりなんで具沢山大福です。このフルーツ大福残り一切れを食べたら今日という日が終わってしまうんですけれども、改めまして振り返ると今日ちょっといろんなところに行ったんですよね。宝塚ホテルに行って、私普段あんまり写真撮らない側の人間なんですけど、思わず iPhone のカメラを押してしまいましたっていうぐらいちょっと可愛いアフタヌーンティー食べたりとか、アルモニーさんもすごい素敵でした。私はバームクーヘン買わせていただいたんですけれども、バームクーヘンも美味しそうだったし、お紅茶もこれプレゼントでもらったら嬉しいだろうなっていうようなお紅茶だったので、今後また行きたいなと思いました。宝塚ホテル実は前入りで泊まらせてもらってて、お部屋の中もすごい綺麗だったし、世界観がちょっとあるようなベッドだったりとかして宝塚を体感できたのですごい楽しかったです。感慨深いですね。うん、神戸阪急は最初ら辺に行ったなんかあの可愛いカバンのお店、初めて見たタイプのおカバンだったのですごい可愛かったなっていうのと、ケイタ丸山さんでなんか可愛いカンカンのクッキーを買わせていただいたんですけれども、今からあのカンカンに何を入れるかを考えてます。子供の頃とかにもらってたら多分宝物入れにしてただろうなと思って、なんか綺麗な石とか可愛いおはじきとか入れてただろうなとか想像して、なんか勝手にほっこりした気持ちになりました。ブルーボトルコーヒーの正式名称はこれなんですけれども、このあのカフェオレがすっごい美味しかったです。飲んだ瞬間にうまっみたいな。阪急神戸にしかない限定のアボカドと大葉のサンドも食べれたのですごいハッピーな気持ちになりましたね。後半は美容系のものをいろいろと買いに行きまして、ポトーシナさんでグリーンティーのハンドクリーム買わせていただいたりとか、お茶がすごい美味しかったです。スキンケアとかクリームもすごい良かったし、お茶も美味しかったので二度美味しいみたいなハッピーな気持ちになりました。ハーンさんがバカンスで香るような香りみたいな香りが結構多かったので、ちょっとなんか異国の気分を味わいたいっていう時にすごいいいかなと思いました。最後アベダさんが頭皮に美容液使ってあげたことが29年間一度もなかったので、今日の夜から頭皮に美容液を塗っていこうと思います。というわけで今全て食べ終わらせていただいて、本当このままここで寝ちゃいたいなってぐらい今幸せな気持ちには満ち溢れているのですが、残念なことにそろそろお別れの時間です。改めて関西っていいところだなと思いましたし、ここでは特に自分の出身地の明石の鯛が食べれたりとかして、ちょっと最後はほっこりした気持ちになって一日を終えることができました。みんな関西行こう行こうって感じで、私自身が行こう行こうと思える気持ちになってしまいましたとさ。この次の動画でも、関西に行こう行こうと思えるような素敵なお出かけスポットを紹介しているので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは、皆さんで全員へ行こう行こう、バイバーイ。